たまげとまさみのどっちのボケ、あ、これ集めるのということでですね、はい、いつもですね、あきらとまさみのどっちのおかげという番組をやってるんですけれどもですね、はい、三原あきらさんがちょっとお休みということで、本日はですね、Go One スペシャルエクスペトローナムの助っ人にお越しいただきました、たまけまいさんです。はい、よろしくお願いします。魔法使えないエクスプローラーみたいな一応ですね、この番組の説明なんですけど、うん、はい、私と三原明がですね、それぞれ意味を持ってるんですけど、はいはい、読みの明と鬼引きのまさみ、はい、それぞれの力を使って1時間交代で台を打ってどっちのおかげで出せたかなので、まあ玉木さんにさすがに読みの明をね、はい、してもらうのもあれなので、今回ですね、一応三原さんから指示をいただいております、はい、こちらビデオレターを扱っているので、ぜひ皆さんもご覧いただけたらと思うんですけれども、はい、こんにちは、三原です。今回ちょっとね、体調不良で行けなくなっちゃったんで、まさみんとまいやんにお願いすることになったんですけれども、まあ明日のね、エスパス歌舞伎町店さんの狙いをまあどうしようかなと思ってすごい考えてたんですけど、まあ難しい、まあそのね、一応2人っていうところで、まあ打ちやすいというか、まあまあある意味単純というかっていうところで、まあマイジャグとかもね、まあしばらく売ってないしいいのかなと思ってて、大体毎日10台以上、良さげな台があって、そのうちの、まあ、2、3台ぐらいは、まあ、次の日に、まあ、杖置いてるかなっていうような、まあ、傾向があるんで、この詳しい数字はね、また LINE で送るとして、まあ2人なら楽しくね、やれると思うんで、2人でわちゃわちゃしながら頑張ってください。2人が勝ってくれるのを楽しみにしてます。頑張って。その指示に沿って私たちは打つ、はい、のだが、うん、玉木さんの異名を何にしようかなと思ったんですけど、なんだろうね、なんだろうね、私のでもさ、うん、スッと6に座らない、あ、なんかたまたま、うん、そう座った台が6とかっていうこともあるし、うんうん、でも6だと思って座ってた低設定ってこともある、あるよね、うん、でもあんまり関係なくバック出しされるイメージなので、うんうんうん、まあ、今日はまあ鬼引きとどうしようかな、第6巻もしくは下ネタ、うわー私そんな下ネタ言ってないんだけど、普段私も言ってない、言わないよね、なんかここ2人が一緒になると言ってしまうんですけど、うん、今日はあの下ネタゼロでお届けしようと思うので、そうですね、はい、結局異名は決まんないままね、じゃあ後々考えていこう、そうしよう、打った後に最後に決められたらと思います、はい、ということで、ご視聴いただく前にぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。玉木さん今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってきます。はい、ということで本日打つ台がですね、マイジャグラー5ということで、先にちょっとストップウォーズだけ失礼します。はい、まあ三原さんの、はい、狙い台は、はい、前日末みたいな台がいくつかあるということで、はいはい、まあ、その中で末になるんじゃないかっていう台をピックアップしてもらって、はい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 、からの角台を抑えました、はい、という感じです。なんか誰よりも昨日仕事してましたよね三原さんが。なんか私たちはそのなんかすごいしょうもない台をねすごいずっとしてたんですけど、うん、なんかそこに三原さんが、うん、いや前日、うん、ね、そのいい台を、うん、あの今ピックアップしてるからね、うん、みたいな、待っててねみたいな、ありがとうねみたいな、そうって言ってるのに、うんうん、なんかまさみちゃんとか、うん、え全然そんな無理しないでみたいないいよ適当でいいよ適当でいいよ一番真面目なのは三原明です適当でいいよって言ってさ、適当でいいよ、で朝の並びの時にもさ、うん、舞さんからさ、えジャグラー何回だっけって言って、うん、えなんだろうってなって、たぶ、うん3回か4回じゃないみたいな、うん、2回だった2回全然違うのよ、すごい、だってジャグラーのさ、なんかあのロードみたいなのができてて2回登ったら、お2回じゃねえかと思ったもん、そうだよね、そうだよ、こんな早くさあると思ってなかった、ね、もう全然記憶ないまかまということで今日はもうまったりジャグラー会ですけど、はい、そうですね、舞さんとニコナナチャンネルさんで、うんうん、スロット打つの初なのよ、あそうだね、そうでも普段はよく一緒に来店とか行った時とかに2人とも爆裂投資してるじゃん、うん、そう
でいつも毎回乗り、あ今回乗り打ちなんでちょっと先に言うの忘れたんですけど、あ全然あの別にいつもなんか言わずともなんとなく乗り打ちみたいなテンションなんで大丈夫です。あ大丈夫です、はい、ちなみに今月の収支はあプラスですよ。えプラス、まさみちゃん、えプラス、プラス38,000円。じゃあちょっと今月の収支のノリは解消させていただいて。あ、なんでですか。いくらですかプラス。でも先月ボロ負けなんでちょっとすいません。せこくない。先月ボロ負けです私も。あそう、はい、マイさんボロ負けすることあるの。マイナス82,100円。いい勝負だわ、マイナス11万。あでもボロ負けってほどでもないのかな、10万切ってればね。もう分かんなくなるよね、うん、ボロ負けってなんだろうってなるもんな。なるね。あれねえ、うん、ぶどう数えてる。数えてるよ。あえらでもぶどうめっちゃ少ない。そうやばいじゃん、もう結構やばめではある。三原さんさ、うちら2人をさ、うん、地獄に落とそうと。あじゃあ負けたら三原のせいでいいんじゃない。あそうしよう。負けたら三原のせいっていう番組にしようもタイトルそれでいいわ。負けたら三原に請求。そうしよう、三原さんに請求しよう。まあでもなんか、うん、ね、3000円ぐらいで光ってほしいなって思っちゃうよね、ジャグラーは最初にね、うん、しかもさ一番最初やっぱビッグがいいよね。そうだね、メダルかな。そう、私とまさみちゃんパチンコでの収録はね、うん、毎月あるんですけど、うんうん、その時本当にあの当たらないと思ってないから、うんうん、ずっと下ネタを喋ってたんですよ。そうね、うん、そういつか当たるし取れたか取れるから、そう、まあその間までは下ネタ喋っとこうって、ね、その結果4時間近くほぼ当たりなしで下ネタしか喋ってないから大丈夫から。下ネタだけがね、うん、取れ高になっちゃうよね。なっちゃってね、まずいよね。なんかゲームの配信とかもやってる時に、うんうん、高田ゆずきさんとね仲いいんですけど、うんうん、ゆずきさんとね下ネタばっ、まあ、下ネタ言ってるつもりないんだけど気づいたら下ネタになってる、うん、ゆずきさんも下ネタ言うの。ゆずきさんも言うんだよあの人、意外と。意外。そうそうなんだ、うん、コンプライアンス的に、うん、とか言いそうだけど、うんうん、絶対使って大丈夫だからこれ。そうなんだ。そう、そう思うと一番三原明が下ネタ言わない、ね、言わない、言わないよね。言わないわ、言わない。なんかね一番女子なんですよね、誰よりも。そう本当に乙女だよね。乙女、なんか下ネタ恥ずかしがってるもんな。恥ずかしがってる。昔だってさ、まさみちゃんがさいつも LINE でチッ、うん、送ってくるんですけど、ストレス溜まった時に、そうそう、その時にそうそうおかしい。その時にさ、うん、なんかさ何言ってんだよみたいな、あまたストレス溜まってんのみたいなね、うんうんうん、感情テンションで返すんだけど、三原だけね、うんうん、なんかちょっと恥ずかしそうにするんだよね。 えみたいな、なんかスタンプがさちょっと照れてるスタンプ、うん、そうそう、そっちの方がいいって嫌だよね。そっちの方が嫌だ。あいつ行き過ぎだろ普通に。面白い。あ、光った。やばい、使われちゃうよ。あ、やばい、やばい、やばい。あいつ、意識すぎだろ、超奥。やばい、やばい、一発目が。じゃあ、チェリーのしかも。117ゲーム。あ、面白い。やばい、大丈夫かな。ナイスです。大丈夫かな。ブドウ抜きできる？あ、できるよ。あ、1枚で。私、いつもさ、うん、かけて、真ん中7狙うじゃん。で、左も7狙っていいよ。あ、これはもうあの大丈夫です。こうです、はい、ということで117ゲーム重複。重複じゃない。何言ってんの。アイム好きなイメージある。アイム好きなんだよね。アイムってさ、うん、お店的にもさ多分設定使いやすいじゃない、うんうん、だから意外と入ってるけど捨てられてることが多いから、うん、それをね救いたくなっちゃう。よく掘ってるイメージある。そう、アイムジャグラーを救いたい。アイムジャグラーを救いたい。はぁ、アイムジャグラーを救いたい。あ、マイジャグですけど。マイジャグが怒っちゃったよ。マイジャグなんですけど。あ、48、48、ちょっとすいません。あの、1枚掛けじゃないとブドウ抜けないんで、確か。あ、私1枚掛け、あ、やっちゃったね。あ、やっちゃってたから、そうそうそう。そういうことか、そういうことか。はい、あ、一応連です。イエーイ。バカ。なんかまさみちゃんよく下ネタとつられてるイメージあるんだよね。そうね、なんか DM とかでも、うん、インスタもそう、うん、よく来る。あれ来ない、 Married me、 結婚してください。うん、あ、結婚してくださいはない。愛して、なんか愛してます。あ、嘘。でも愛してますはさ、嘘じゃん。まあそれは嘘だね。
だってさ、愛せるわけなくない？ないのよ、知らないんだから。そう、何を知ってってなるもんね、うん、あったわ、思い出した、そうだ、私振られてきたことあるわ、日本人から。え、それさ、え、結婚関係ないやつだよね。あ、関係なかった、今思い出した、私外国人のイメージで喋ってたんだけど、はいはいはい、あ、日本人から。そう、え、私もあるよ。あ、え、でも全員あると思う、チントツ。チントツって名前なった。あれチントツって名前なのよ、ね、あれさ、スクショしてさ、うん、晒したら私が罪になるのかな。あ、どうなんだろうね。あ、でもまあ一応個人的に送ってるから罪になるのかな。なるのかな。でも逆にさ、男性はさあるのかな、うん、男性のなんかちょっとこうファンがつくようなお仕事されてる人は、うん、女性から胸の写真送られてきたりとかあるのかな。え、女の子はやんなそうだけどね。どうなんだろう、どうなんだろう、あるのかな。聞いたことないね、パイトツな、パイトツ聞いたことないよね。聞いたことない。こんな話してるからブドウがちゃんと数えられてんのか不明なんだけど。でもブドウはね、体感は、うん、あれだけれども、うん、こんなもんだよね、ジャグラって。え、なんかもうちょっと揃うイメージあるんだよね。やっぱ重い、これ重たい気がする。なんだかんだでさ、ジャグラーってがっつり負けれるじゃん。負けれるね。から移動するのも視野に、うん、入れるのありかもね、うん。じゃあまだ300回だからね、わかんないんだけど、ちょっとあまりにも重いかなということで、うん、6.886分の1。あ、重っ。重ないよね。まだ303回転ですけど、やっぱ我らはね、はい、早め早めでもね、はい、はい、ということで2代目です。はい、22番台、これがうまくはまってくれれば、はい、あ、いいですよ、最先、いい、来た、もう100点、これだわ、これだわ。1ゲームで言うな。でも1ゲーム目からね、気持ちを感じますよね。まあ、大事だよね、わかる、うん、いい感じだね、すごいね。うわ、なんかマイジャグの割に結構、うん、なんかギザギザしてるね、うん、粗いね、なんかね。あ、2回危ない、3回。1回目押してたのに、兄さん押してなかった。あ、すごい、ぶどう連、イエーイイエーイとか言ってもバカなのよ。いや、でもこっちの方が確かにもう全然違うよね。全然違う。よかったよかった、移動して。今のところはよかった、今のところは当たってはいないけれども、うん、もう当たりです。あ、ぶどうの抽選がずっと行われてるから、だいたい設定良さそうだと。光の抽選じゃなくて、ぶどうの抽選が、ね、行われてることが多い気がする、うん。このさ、プレミアのさ、うん、緑色をこの前初めて見たの、うん、私の中でのナンバーワンはそれです。へえ。私なんだろう、このマイジャグにはあったっけな、なんかあの ゴゴゴランプがさ、細かくさ、あ、でも変わらずの1枚掛けの、はい、変わらずの、はい、あーあー、あ、リプレイです。もう一回、もう一回、もうワンチャンス、もうワンチャンス、この人ったら、あ、アレグ、もう今日アレグなんですけど、100何ゲームだ、アレグですね、何ゲームだかです。ちょっと待ってくださいね、投資が8000円、148ゲーム。とりあえずマイさんに渡すまでに、さっきよりはいい台っていうことは証明できたので、はい、良かったと思ってるよ。ありがとうございます。ただノルマの20回まであと17回あるんで、はい、ちょっと遠いなっていう。まあでもね、全然ね、いけるでしょ、いけるでしょ、うん、はい、ということで、はい、佐藤は3回、はい、激少なペカ、しかも全部レギュラーということで、はい、玉木さんがもうやってくれないと、はい、今日は、はいはい、閉店までです。重たいですね。よろしくお願いします。わかりました。今日はまさみちゃんのお金で打つ回だから、あ、ちょっと違います。あ、ちょっと違います。いきます。ちょっと違います。 あ、もうスタートしてた。あ、そうです。よかった。あ、あ、やります、やります、すいません、やります、やらせていただきます。今66、 OK です、66。本当に数えてくれるの？はい、はい、頑張ります。信用できないと思うんですけど、なんか不安。私も不安なんですけど、はい、そこは頑張らせていただきます。わかりました。
不動信用しちゃいけないのかな。いやでもね絶対どっかで来ると思う。私もそう思ってる。やっぱそうだと思う。ジャグラーってそうじゃん。うん、信じよう、信じよう。で最悪その三原明に請求しようよ。あ、そうしよう、うん休んでる友達に請求するっていう鬼本当だよね。私やっぱあの異名さ、うん、みんなさあるじゃん、うん、でもやっぱりさ思いつくのがさ爆裂投資しかないわけよやめてもらっていい、ね、ジャグナーでの爆裂投資ちょっとやめてもらっていいですか。いやわかるよ、うん、気持ちはわかります、うん、嫌なのは、はい、嫌ですよ。嫌なのはわかります。嬉しいのはゼロですよ。跳ね返りとかないからこれ。跳ね返りあるよ。スナスロみたいに跳ね返り理論はちょっと期待できないんですよ。なるほど、はいおしまい。ぶどうです、ぶどうです。すごいあのリオさんという方々からですね続々と、はい、お一人でずっと今あの送ってくれてるんですけど、はい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 、彼氏とか好きな人いますか、結婚願望はっていう。なんかさ、うん、彼氏とかさ、うん、いているとかいないとかさなんで聞くの、うん、怒られてたんだよ、まあ、確かにね確かにね謎じゃない、まあ、確かに。でもお付き合いで聞いたらいいなっていうのなんじゃないんですか。あ、そういうことですか、うんうん、あとなんだっけ、結婚願望とかありますかって、結婚願望がなくてないかったよね。ないよね。そもそも、そう、そもそもでない。ぶどう、数えます、数えます数えさせていただきます。あ、押してます。はい、ないよ、ないんだよね。あったらさ、うん、もっと早くうちら結婚してると思わない。いやわかる、頑張ってわかる。いやあったらね多分ね、うん、もうね探してると思うんだよね。そう、それに向けてね。わかるわかるわかる。結婚するために、うん、ウィズやってると思うのよ。ウィズ、あ、ウィズそういうアプリなの。あ、違うの。あ、わからない。そういう、あと結婚相談所とかね。あ、そう行ってると思う、うん、多分。まさみさんと2人でいるとまさみさんが少しドジなお姉さんでたまちゃんがいたずら好きな妹みたいな感じに見えるんですがどうでしょうか。あ、でも私的には、うん、全然舞さんの方が年下なんだけど、うんうん、年下と思ってなくて、うんうんうん、だから妹って感覚はないのね。確かに舞、私確かに舞さんって呼ばれてるしね。そう、なんかいろんなとこから、うん、いろんな方面から、うん、全員に同い年っぽいって言われるんだよ。あ、やっぱそう、そう、何歳でも、うんうんうん、なんかないんだよな。そのかといって三原にも年上っては思ってないんだけど。わかる、三原はなんか年上じゃない。三原はだって小学生でしょ、うん、まだ小学生だからまだ発展途上だか ら、 だから私と舞さんが年上で、うん、お姉ちゃんで三原が小学生ぐらいですかね、うんうん、私でもねその三原さんに物申すわけじゃないんですけど、うん、回数ついてるけど、うん、結構荒かったじゃんグラフ。荒かったね。だから三原さんは6は狙ってないんだよね多分。三原さんは何を狙ってんだろう。4、5を狙ってんじゃないかな。あ、なるほどね、うん、だから私それがねちょっと一抹の不安を感じてるの。三原さんに対する不信感、うんうんうん、もう玉木さん、粘りましょうっていう番組じゃないんですよ、はい、あ、やめますこれ違います。その、いつまではめられるかっていう違うんですか。あ、違うんですか。え、これ何ゲームまでハマったら当たりますみたいなのを検証してる番組じゃないんですか。違います実はこれ。あ、違うんですかこれ、はい、うわー騙された遅っ、わーマジか。じゃあこの後はカバネリ行くか。もうカバネリ行くペカラしましょう。一回ペカラしたいよ ね。いや結構いいと思ったんですけどね。あると思うねんな、あると思うねんな。三原の雄大2コス買ってんねんで。これあると思ったんやけどな。あ、思ったんやけどな。うち違う。でもランランだったら、うん、そろそろ当ててくれへんっていう逆に。あ、なるほどね。こっちのせいにしてくるから。あそろそろ当ててくれへんって言ってくんだ、うん、特化ゾーンやれないときは、うん、怒らないのよ。あ、そうなんだ。特化ゾーンもやれないときもあると思うんだけど、うんうん、こういうときは、うん、そろそろ当ててくれへん。あ、なるほどね。たまにそうやって負荷をかけてくる。あ、そうなんだ。私ほんとさ、うん、でもスタートは遅いのよいつも。あ、そうなの。あ、光った。え、よかった。503エドウィン、エロイン色はどんな色ですか。普通の色ですね。お願いします。ミックで、せめてミックでお願いします。はい。
アミックでお願いします。よっしゃー、危なかった危なかった。投資がいくらでしょう。2万円です。よしよしよし、ぴったり。ぴったんこカンカン、ぴったんこカンカン。やっと起きたね、この台。私と一緒で、私ですね、これは。あ、玉木さんだった。はい。あ、じゃあここから大丈夫ですね。大丈夫です、はい。本当に引きがね、うん、温まるのが遅くて、やっぱその、まあ追い込まれてないよね、そもそも人として、うん、そのなんか人として追い込まれてなんていうのさやってやんぞみたいなさあ、確かに。なんかここで私は名を上げてやるねんみたいな、うん、爪を跡を残すぞみたいな、残してやるねんみたいな。そうなんですよ、ないもんな。でもそういうのはなんかある人は羨ましいなと思います。昔あったよね。昔あった、うん、あったあった。トゲがなんか本当歩くナイフみたいな。あったの？え、わかんないけど言ってみたかっただけ言いたかったワードナイフは言いたがるよ、ね、言いたかっただけ。当たるかな。なんか違うとこ行くのもありかなって思い始めてる。確かに。もうちょっと早く動いてもよかったのかなとも思うけど。確かに、まあ、とりあえずこれ使って考えよう。もうちょっとでそうだね、なくなるから。三原明に一回合算送って良さそうって送ってみる。6かなって。6かなって。6ありそう。6ありそう。絶対ない。6ありそうって送ってみよう。6ありそう。ああ面白い。これさ、うちらはさ今楽しくさ、うん、送ってるけどさ、ランランさ家でさ、うん、責められてると思わないけど。思うかな。今ぶどう1ありました。ああ、すいません、押しました今。あ、既読になりました。あ、楽しみだな。なんで帰ってくんだろう、ね、ワクワク。ごめんなさいのスタンプもう一回来るかな。かわいそう。あ、何ありそうって。いや、逆に強気に来たよ。当たってな、わらわらわら。反響ひるがえしてきたよ。本当だ。え、三原お前のせいだろって送る。移動しよう。わらってきました。あ、なんかすごいバカにされてるね。本当だ。2代目だぞこの野郎もうすでに。めちゃくちゃバカにされてるやん私たち。ジャグラーで行くか違う台で行くか、もうここまで来たらっていう手もあるよ。カバネリに行くって手もあるけど、うん、もうここまで来たら。だってうちら怒ってるでしょ、煽られてさ。あ、めっちゃ煽られた。だから三原が全く言ってないとこに行って、うん、勝ってお前この野郎っていうのもありですよ。大移動してきました。アイムジャグラー。はい。一応こっちも前日いいやつの末を狙いで。はい。出ますけれども。今からだもんね。そう。あ、そう、今来ました。あ、収録始まりました。あ、よかったよかった。危なかった。私はね、アイムの方が好きなのよ。あ、本当に？うん、もう音がいい。わかる。音いいよね。うん、あとペカった瞬間のおみたいなのもいい。びっくりする。ガコっていうね。うん、私ガコりづらいっていう。病気にかかってて、あ、学校りづらいのか。そう、学校ってあんまり聞けないんですけれども、ほうほうほう、まあ、今日は聞けたら聞けますように。あ、ちょっと回されてたんだね。そうだね、38ゲームスタート。はい、ま、言えば逆にその悪い流れを断ち切ると思って口にするんですけど、うん、最高投資にならないかなと思って、ジャグラーの思ってはいるけれども。あ、ね、うん、やっぱそのATM が無限だからってね、我々、はいはいはい、無限だからってそんな早めがいいよ。まあ、そのじゃあすごい移動するのであれば、もうそれこそ100ゲームごとに移動するのもありだと思う。当たり見つける。移動しちゃダメです。133ゲーム、移動しちゃダメ。130、どうしてか。24000。え、本日4回目5回目5回目これで5回目。いや、私もうレグの呪いが、バケバケマサミだね。バケマサミ、バケマサミ。でもちょっとかっこいいな、バケマサミ。今日これが1代目の設定で今喋ってたけど。ああ、そっかそっかそっか、そうだよね。私たち下ネタとかあんまり言ったことないよね。言わないからな。言わないからな、重複。あ、いや、下ネタ言わないからなで重複した。35ゲーム、もちろん学校はありません私なんで。頼む、もうそろそろ、もう
化けまさみ、化けまさみだ。こんなさ全部の台でハマってたらさ、さすがに私たちもさ破産するよ。破産するよ。破産するよ、こんな全部の台でハマってたら。破産するよ。破産するし、破産するよ。フラストレーションの鬼になるよ。本当だよ。暴れるよ。暴れちゃう。聞こえた。やっと聞いた。369ゲーム。もうこれね、ガコって言ってないから、うん、まず一文句、うん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 、でこれね、私バケマサミだったら本当小野陽子さんと勝負しに行かなきゃいけなくなるからやめて勝負しに行かないで勝ってる。さすがにもう、あ、これビッグポイ、おー、やっと来たよ。投資がなんと、いくら、2万8000円。よかった、もう3万円だったかと思った。おめでとうございます。よかった。やっぱ言った方がいいみたい。文句言った方がいいね、やっぱり。やっぱ溜め込んじゃダメだわ。確かに。もうみんなの忍耐の限界だぞ、限界だぞ。大人4人が忍耐限界だからだ。そうだぞ、みんな。もういい大人だぞ。いい大人ならもう帰れ。帰って。なんか最近大人になったぐらいだったら分かるんだよね。そう。高校卒業しましたぐらいだったら分かるんだけど、ね、今ねこのタイミングでも大人だぞ、大人だ ぞ。いい加減にしろよ。おお、いい加減にしろ。やっぱ、あ、 M かもしれない。M なの、もしかして。 M なの。でも学校って言ってないから本当に激おこ、激おこ。もう一回、あら、あ、お、レプレイ。ビッグ来ないと、うん、ぶっころね。もうぶっころだから。おお、21ゲームぶっころ。違う。勢いよって言ってるけど違うのよ。プレミアはあんまだから出すしかないんだよ、ここに。なんだっけ、あ、でもスナッチあるよね、プレミア。いろいろね、あの、ま、回転したと同時にこの音が流れるの、ビッグの音が流れたりとか、そういうプレミアとかあって、もうそれじゃないと、うん、この取れ高なしは、うん、プラスにできないから出していかないと。出してこ、うん、出してこ、いろいろ。 5.3 結構あれよろしいけど、よろしい、よろしいね、うん、よろしいっていうか、まあよろしいを超えてるね。エクストラだ、それまたやってるか。やってるわ。私でまた 7分の1にするやつだこれ。あれはそれはさ、うん、カウントしてる人間違えてる説濃厚なのよ。さすがに7まで落ちた、だいぶ落ちたもんね、うん、もうちょっと。よし、過去は言わないです。ただ、よかった、形になりそう。よかった、番組が。へい、あ、ちょ、あ、ちょ、やるよね、たまに。私もやる、それ。スカッてなる。疲れで。わー、いやー、まあ、一旦ね。まあ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 。でも、お化けあった方がね、いいはいいから。いいわね。頑張って。アイム頑張って。アイム頑張って。じゃないと、君。だって、パネルにさ、まさみさんいるもんね、これ。違うんだよ。そっか、私、まさみさんジャグラーの図柄だったらどれですかね、うん、ピエロってやるかも、うん、私にピエロって言われてた。マイさんどれだろうね。私でもマイさんツノッチじゃない。顔ツノッチ、なんかこのさこのさ、口角の上がり方、あ、これお父さんそっくりなの、これ私。あ、お父さん学校って言った。お父さんお父さんありがとう。お父さんそっくりなんだって。お父さんありがとう。お父さんツノッチ。お父さんツノッチ。初めて聞いた。お父さんツノッチな人。お父さん可愛いんだよな、すごい。なんかね。うわー、ナイス。よしよし、練してます。あ、すいません、1枚入れてもらっていいですか。あ、すいません、あ、すいません。これはお父さん重複だ。頼むよ。頼むよ。でもいい感じだ。ね。ぶどうもいっぱいだし。玉木舞が見つけました。あ、本当に玉木舞のおかげです。あと何回、あと32ゲーム、あ、あと何回手からせばいいんだっけ。あ、そういうこと、32回、あと32回増えた。無理、あと10ちょっとか。あ、11回とかじゃない。無理じゃないな。嘘かも。嘘、絶望。いや、あと10回、あと10回、うん、よしよしよし。10回のうち9回がまさみさん。気まずい。本当にぶどうしか数えてないって。後半戦ね、後半頑張ります。じゃないと今サムネが、うん、とかサムネ見て、うん、マイさんの顔が映ってるかの確認した人は、うん、後半戦マイさん光らせてます。
確かにサムネが、うん、ブドウだったらブドウこれだったらあの私じゃないです、そのペガラスじゃないです、はい。お昼ご飯から帰ってまいりましたけれども、はい、ブドウはご自身で数えられますか？あ、自分で行きます。あ、わかりましたすいません、まだ信用してないわけじゃないんです。わかりました、ないです、はい。ということで、まあ、はい、ラスト1時間ぐらいの気持ちであと10ペカぐらいしていただければと思います。よーい、スタート。どうぞ。はい、ランランの、まあ、いいとこなんだけど、それは私不快だよっていうのを、うん、ちゃんと表現するの私はね、うん、それはよく思ってないよって言うんだけど、だ、ね、言ってんだけど、うん、なんか本人は気づいてないのか、ね、LINE とかでビーみたいな、そうそうそうなの、そうビーってやってくるから、うん、おい待ってと、うん、いうので怒ってるよね。そうなんだよね、うん、そうそう、小学生混ざってるから、うん、グループ LINE、まあそうだね、しょうがない、小学生だから許してあげよう。そう、小学生、そういうことあったな、あった、懐かしい。でもさ、その後さ落ち込んでたよね、まさみに怒られたって言って落ち込んでた、落ち込んでて、うん、まいさんが励ましてあげるために、うん、ゲーム誘ってあげてたよね、うん、そうそう、ゲーム誘ってあげてやってましたね、うん、そんなか、謎な関係性だね。そうだね、でもそんなつもりじゃないと思うけどねみたいな、なんか、うんうん、そもそもね、そんなことが起こってるの私はね、うんうん、知らなかったの。ずっとそのグループラインの流れを私が見てれば、うんうん、そんなことにならなかったと思うんですよ、うん、あの三原そろそろストップだぞと、お、三原ストップが175三原ストップです、いいよこの台、さあお願いしますよ。いや悪くない、いいよいいよ、でも175ゲームレギュラーボーナスですけど、ここからレーンすればいいわけですね。でも早い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 よ、全然10回光ったら勝ちだったっけ。さああと10回、おらやば、来たよ来たよ、玉木ウェーブ来てる、うん、来てる来てる、やっと来てる。4ゲームで、いや大丈夫です、大丈夫、こんだけ早かったらね、別にレギュラーでもいいだけ、うん、そうそうそう、全然いい。完全にこの据え置きという情報だけで戦って、はい、あでも本当にあの三原さんのおかげですよね、うん、そこはそこだけ、うん、そこだけそこはね、そう、だから情報だけ心得てたら、そうね、もうちょっと考えれたかもね、うん、なんかでも私たちも悪いよね、だからちゃんと三原さんを信じすぎて、うん、確かに確かに、そう、人を信じちゃいけないよねっていう、人は信じちゃいけないやっぱり違うのよあ、ほら人を信じちゃいけない重複です、それ、そうです、はい、4ゲーム人を信じちゃいけない重複きました。4ゲーム素晴らしい、完全に今、あ、すいません、全然いいです、うんうんうん、全然いいです、ペカルが正義なんで、オッケー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 、全然オッケー全然オッケー全然オッケー、4だったらオッケー、4オッケー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 、4ゲームオッケーオッケー、4ゲーム4ゲームできてるから、4ゲーム4ゲーム、お腹も痛いとか言ってたから、なんかあれ、あ、これ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 なの、すごくない、マイさん今日あなたこのために来た、私これだけ勝ち、今日勝ち、これなんです、初めて見た、そうなの、247ゲーム先に1個の音が鳴るってこと、そうそうそう、めっちゃ、あ、わかんない、写真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 え、たまだで、あ、でもそっか、なんか私のもしかしてカメラ曇ってる、いや、私のやつも多分こうなると思う、あ、ほんと、すごい、よかったですね、危なかったよ、まいさん、よかったですね、よかった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 、取れ高、取れ高の鬼あ、取れ高の鬼でいいんじゃない、取れ高の鬼にする、前半なかったけど素晴らしい、よかった、これなんだ、言ってたやつ聞けた、そう、これめっちゃ気持ちよくない、素晴らしい、 何が起きたのと思ったもん今、いや最高、あ、一回もうお茶目なんだかなリプレイ挟んじゃって、あ、ぶどうだこれお茶目なんだかな、これぶどうなんですよ、ぶどう抜きもできちゃう、ぶどうちゃんと抜いてね、そういうところ見せちゃって、はいはいはい、もう本当にいや素晴らしい、これ気持ちいいよね、これあ、今の好きなの、アイムの、わかる、それはいいですよ、これ私初めて聞いた、本当にそう、めっちゃこれが好きなんですよ、何が起きたか分かんなかったもん、薬飲まないブームがあって、はい、でもすごいしんどそうにアピールしてたのよね、うん、LINE で、で、まゆさんがさ、心配してさ、うん、薬飲みなって、そうそう、普通のことでしょ、そう、言ったのよね、そう、そしたらなんか、なんか、いや、うちは飲まない主義やねみたいな感じで、なんか、うん、その心配してくれた人に食ってかかった、そう、なんか私めっちゃなんか食いつかれ、なんだ、噛みつかれたんだよね、あの時ね、で、なんか、うん、その時に、うん、まあ、私はさ別になんかめんどくさいからそれ言われてもういいやと思って、うんうんうん、そう、その時一緒にあの LINE から姿を消したの、うん、消したで私がその空気を感じ取って、うん、
まあ、でもしんどいだろうから、うん、まあ、そろそろ飲んどくのもありじゃないみたいな、うんうん、ありかもねみたいな感じで、うん、かもねって言ったら、うん、ちょっとして飲もうかな、うん、でも次の日とかだったよ確か。そうだよね、なんかその日は飲まなくてとかで、なんか次の日とかになんか誰に言われたのかわかんないけど急に飲むことになったっていう。面白かった。そう、私何のためにか、私もちょいちょいあるからね、人から噛みつかれんの。別に何にもないこと言ってて、なんかね、そう面白かったよ。でもあれ、うん、ちょいちょい噛みつかれるから、もうそしたらもうスンって姿を消す。玉木さんがグループラインから姿を消したの、うん、玉木舞姿を消す。でもさ、舞さんもさ100優しさで言ってたじゃん、うん、ただそのやっぱその飲まないブームだったから当時からね、うん、面白かった。知らなかったからさ、飲まないブームなの。そうだよね。よし、学校、あ、私が言っちゃった。学校だ、学校、イエーイ。飲まないブーム情報です。やっぱりリプレイね、レイ、まずリプレイ、まず1回ね、リップ挟みつつの、よしよしよし。嬉しそう。嬉しい、これ私の水。そう、私持ってる、はい、いいよ、この台いいよ。105分の1。ちょっと起こしますね。ちょっとお願いしていいですか、うんうん、一応もう多分あのプレミアを取れた瞬間に、はいはいはい、今日の取れ高はもう完了しているので。なるほど、いいんですけれども、あ、ちょっとすいません、武道カウンターの人になってもらっていいですか。ごめんなさい、カウントさせていただきます。保管して打ちましょう。はい、どうですか、そろそろ。あー、あ、あ、これ、あ、おめでとう、ありがとう。これ待って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 、写真撮れるかな、私の、え、出てこない、あれ、一回 ずらしたら、ずらしてみたら、ずらせない。あ、あの7じゃないとこで押せば大丈夫。え、7じゃないとこで押せば、あ、そうそうそう、出ない。あ、本当だね。あ、いいの。あ、でもあのビッグなんで。よかった、602です。おめでとうございます。あや、この曲か、これこれこれ、すごくない、わざわざいろんなあるプレミアの中同じの2回。さすがにないですか、75ゲームいただけないですかね。98、ブドウで増やそうとしてる。99、100、101、超えた。102、102までちょっとやってみか。じゃあ煩悩の数までやっていい。108、あ、いいよ、108までいこう。打ちたいだけ、こいつら、こいつら諦めてないんだけど、ただただ打ちたい、ただ打ちたいだけ。やっぱみんな100でやめるけど、うん、意外と100、そうだ、120とか、そう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 、そう、ね、そこら辺まで、ジャグレンだから、そう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 、実質あるから、実質ジャグレン。はい、あ、あ、リプレイだから、まあ、しょうがないからリプレイだもんね。あ、はい、残念。110で、はい、フィニッシュ、フィニッシュです。ということで結果はまた後ほど。はい、2点終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。寒いね、寒いね。お財布もちょっと寒くなったので、先に結果だけご報告させていただきます。当社が1288枚。違うのよ、投資でパチパチおかしいよ。違うんだ、はい、会場273枚のマイナス1015枚。惜しい、惜しい、もうあと1000枚マイナスだったのにね。そうだね、惜しかったね、惜しかったね。違う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 んですよ。ただまあでも、はい、全く見様がないんじゃないかっていう不安もあったところ、なんとか形になってよかったね。いや本当にマジで、うん、あの本当午前中1ペカで終わった時は本当に1ペカで終わるんじゃないかという一物の不安、うん、だったよね。一物、一物一物の不安はやばいよ。一物に不安は抱えないで。一物ならわかるけど、一物最後までしてもらってありがとうございます。今日は助っ人で来ていただきまして、すいません、ありがとうございます。一応ですね、誰のおかげ誰のせいを決める番組なんですけれども、はい、はいはいはい、まあ、みんな頑張ったよね。みんな頑張った。私たち2人はまあ頑張ってしまって、うん、頑張ってしまったし、頑張ってしまったし、頑張ってしまったし、三原明さんも頑張ってくれたし、頑張ってくれたし、こんな状況で撮り続けてくれたカメラマン
ンさんも頑張ってくれたし、撮れ高あるか心配してたディレクターさんも頑張ってくれたし、みんな頑張ってくれたし、これを最後まで見てくれた方も頑張ってくれたから、うん、全員優勝で、全員頑張った、全員頑張ったでしょう、全員頑張ったでしょうね、はい、ちょっとね、あの、うん、ちょっと足りなかったんで収支が、ね、ちょっとだけとあのご褒美動画はないんですけれども、うん、そうですね、はい、まあそういう回もあっていいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、一物さんどうですか？一物たまきは何だろう、本当午前中は、うん、あの下ネタしか喋ってなかったので、うん、大丈夫かなって思ったんですけど、うん、まあ後半、うん、やっぱアイムジャグラーは割と相性がいいので、うん、まあなんかいい感じにペカってくれたし、うん、よく見つけてくれたよね、あの台をね、も私も頑張ってくれたし、うん、頑張ってしかもなんかこういうプレミアがあるよっていうのを引いてくれたし、うんうん、で同じやつ引いてくれたし、ちょっとレベル下げて、そうちょっとレベル下がったプレミア引いてくれたし、確かに100点だ、はい、そうね、そうだからあとはその2万円を三原明さんに請求すれば完璧なんで、したらもうプラスなんで、プラスなんでいい日でしたね、はい、三原さんありがとうございます、はい、ありがとうございました。ということでですね、はい、もしかしたら次の動画ももしかしたら玉木さんになるかもしれないし、三原さんになるかもしれないし、うん、三原さんと玉木さんになるかもしれないんですけど、あさみさんなんで休むの休まないでどうなるか分かんないんですけど、はい、ぜひ次の動画もご覧いただけたらと思います。ご視聴いただきありがとうございました、はい、また次の動画でお会いしましょう、チャンネル登録いいねお願いします。さよ